ゼウスはギリシア神話の主神たる全知全能の存在。ローマ神話のジュピター、中国神話の天帝、キリスト教やイスラーム等の唯一神と同様な至上神スプリームゴッドの典型。一般的に至上神、または最高神は創造的能力や人格的性質を持ち全知全能だとされている。ゼウスは宇宙や天候を支配する。 天空神であり、人類と神々双方の秩序を守護、支配する神々の王である。宇宙を破壊できるほど強力な雷を武器とし、多神教の中にあっても、唯一神的な性格を帯びるほどに絶対的で、強大な力を持つ。ゼウスは、ローマ神話では、ユーピテルにあたる。オリウムポスの神々の家族及び、人類の両方の守護神、支配神であり、 神々と人間たちの父と考えられた。ゼウスは天空神として全宇宙役も雨、雪、雷などの気象を支配していた。キュクロープスの作った雷帝を主な武器とする。その威力はオリュンポス最強と歌われるほど強大なもので、この雷帝をゼウスが使えば世界を一撃で妖怪させ全宇宙を焼き尽くすことができる。テューポーンと戦う際には 万物を切り刻む魔法の刃であるアダマスの鎌も武器としていた。来帝の一撃をも防ぎ、さらに敵を石化させるアイギスの片当てを主な防具とするが、この防具はよく娘のアテナーに貸し出される。この他にも恐怖という甲冑をギガントマキアーにおいて着用している。後期と呼ばれる天界の輝きをまとった鎧に、 山羊川の胸当てをつけ、聖獣は和し聖木は多く。主要な神殿は、多くの木の囁きによって、神託を下したエペーロスの聖地堂々な、及び4年ごとに、彼の栄誉を祝福して、オリンピック大祭が開かれたオリンピアにあった。ティーターン親族のクロノストレアの末の子で、ハーデスとポセイドーンの弟。聖祭は姉であるヘーラーであるが、 レイトや姉のデーメーテール等の女神をはじめ、多くの人間の女性とも交わり、こう儲けたと言われる。オリュンポス十二神の中では、メーティスとの間にアテーナー、レイトとの間にアポローンとアルテミス、マイアとの間にヘルメース、ディオーネとの間にアプロディテー、ヘーラーとの間にアレース、ヘイパイストス、また、テーバイの王女、セメレーとの間にディオニューソス。 デーメーテールとの間に、ペルセポネを設けた。その他、記憶の女神ムネーモシュネーとの間に9人のムーサたち、海洋の女神エウリュの名との間に3人のカリスたち、月の女神セレーネーとの間に、パンディーア、ヘルセー、ネメアが誕生した。ゼウスとオリュンポス十二神のケーフズまた様々な、人間の女性との間に、例えばダナエとの間に、 ペルセウスを、アルクメーネとの間に、ヘーラクレースを、レーダーとの間に、ディオスクーロイを、アンティオペーとの間に、ゼートスとアムピオーンを、エウローペーとの間に、ミーノーストラダマンチュスとサル、ペイドオンを、カリストーとの間にアルカスを、イオーとの間に、エパポスを、といったように多数の子供たちを設けたことになっている。これら、ゼウスの子とされる英雄を半神といい、古代ギリシアでは、 下級の神として広く祀られた。これらの伝説は古代ギリシアの格王家が自らの祖先をゼウスとするために作り出された系譜とも考えられる。ゼウスが交わったとされる人間の女の中には元は地元の地母神であったと考えられる者も,もいる。女神や人間と交わる時のゼウスはしばしば変化したとされ、ダナエの時には黄金の雨に レーダーの時には白鳥に、アンティオペーの時にはサチュロスに、エウローペーの時には白いオウシに、カリストの時にはアルテミスに、イーオの時にはクモに変身したと言われる。制裁ヘーラーと王座に座すゼウス。ゼウスは、最終的には、ヘーラーと永遠に結ばれるが、それまでに何度か結婚と離婚を繰り返していた。メーティスゼウスの最初の妻は、知恵の女神メーティスであった。 彼女はオーケアニデスであり、ティーターン親族の一柱であったが、ティーターのマキアーの際にはゼウスに味方していた。ガイアは、ゼウスとメーティスの間に生まれたオガミは父を超えるという予言をした。これを恐れてゼウスは妊娠していたメーティスを飲み込み、子供が生まれないようにした。どんなものにでも変身できるのなら、 水に変身してみせよというゼウスの挑発に乗った。メーティスが水に変じたところでこれを飲み干したとも、ゼウスから逃れるために、様々な動物に変身していたが、灰に変身したところで飲み込まれたとも言われる。ある時、ゼウスは、激しい頭痛に襲われた。そこで、ヘイパイストスに命じて、頭を斧で叩き割り、直接原因を探ろうとした。すると、 ゼウスの頭から武装し成人したアテーナーが飛び出してきた。その衝撃で世界は停止し天体の運行も止まった。アテーナーがゼウスとメーティスとの子であり女神であったためにガヤの予言は効力を失った。こうしてゼウスは大い三奪の大いなる運命から解放された。飲み込まれたメーティスはゼウスの知恵となり、ゼウスは メーティスの前置を手に入れた。また、メーティスは、アテーナーと共に飛び出てきたという説もある。テミス・メーティスの知恵を吸収したゼウスは、次にウーラノスとガイアの子である、起きの女神テミスと結婚した。テミスとの間に、運命の三女神もイライ季節の女神ホーラ、正義の女神、アストライアーを設けた。もイライは最初は、夜の女神、 ニュックスの娘であったが、ゼウスは、上記のように運命を超越し、モイラいを、自らの子として、再誕生させた。結果として運命すらもゼウスに抗えなくなった。ヘーラーゼウスはヘーラーに目をつけ、テミスと結婚中であるにもかかわらず結婚の女神、ヘーラーに言い寄った。ゼウスは格好に化けて、ヘーラーに近づき犯そうとしたが、ヘーラーはそれでもなお抵抗を止めなかった。 ヘーラーは、交わることの条件として、結婚を提示した。ヘーラーに魅了されていたゼウスは仕方なくて、ミスと離婚すると、ヘーラーと結婚し、彼女との間にアレース、ヘイパイストス、ヘイベイなどを設けた。ヘーラーは、ゼウスの不定に対して、常に目を光らせ、愛人たちやその子供たちに、苛烈な罰を与えるようになった。ゼウスは、公職な神であり、しばしば、 ヘイラーの目を盗んでは浮気を繰り返していた。これは、強力な神々や半神半人を生み出し、全宇宙や人間界の基盤を整えるためでもあった。また、古代、ギリシアのみならず、地中海世界の王家が、自らの祖先をゼウスとする家系を主張したため、ゼウスは浮気を繰り返す神話を多く持つようになった。ゼウスの愛人は数え切れないほどいるが、 その中でも特に有名な愛人たちを以下に記述する。カキのほか、ラミアアイリーナ、カリスト、エラレー、タレーヤなどにも多くの愛人を持ったことで知られる。イオー、ヘーラー、ゼウス、メウシにされた、イオー。ジョバンニアンブロージョフィジーの画。パビア、マラスピーナ絵画館所蔵。ゼウスは、イオーという美女と密通していた。これを見抜いたヘーラーはゼウスに詰め寄るが、 ゼウスは、イオを美しいメウシに変え、メウシをめでていただけであるとした。ヘーラーは策を講じ、そのメウシをゼウスからもらうと、百眼の巨人アルゴスを見張りにつけた。この巨人は、体中に百の目を持ち、眠る時も半分の五十の目は開いたままであったので、空間的にも、時間的にも視覚が存在しなかった。ゼウスは、イオ救出のおを、ヘルメースに命じ、 ヘルメースは、草笛で、アルゴスのすべての目を眠らせると、その首を剣で切り取った。メウシは解放されたが、ヘーラーがアブを送り込んだためにメウシは逃げ惑った。アブから逃げるように様々な地を放浪し、最終的にはエジプトにたどり着き、ここでメウシは、元の姿に戻った。ゼウスとの間にできていた子供であるエパポスをエジプトで出産した。イーオーは、 デーメーテールの像を建て、イオーとデーメーテール像は、エジプト人にイシスと呼ばれるようになった。レーダーアイトーリア王テスティオスの娘で、スパルタオ・ティュンダレオースの妻であったレーダーにもゼウスは、恋した。ゼウスは白鳥に返事、タカに追われるふりをして、レーダーの腕に隠れた。レーダーは、白鳥のことを思って、それを拒まなかったが、そこで正体を表したゼウスと交わった。 レーダーは二つの卵を産み、一つの卵からは、ヘレネーとクリュタイムネーストラーが、もう一つの卵からは、カストールとポリュデウケースが生まれた。ヘレネーとポリュデウケースは、ゼウスとの子であり、クリュタイムネーストラーとカストールが、テュンダレオオスとの子であった。ヘレネーは、絶世の美女となり、トロイア戦争の原因となった。ポリュデウケースは不死身であった。ゼウスは、 ヘレネーの誕生を記念し、宇宙に白鳥座を創造した。エウローペーエウローペーは、テュロスのフェニキアを、アゲーノオルトテーレパッサの娘で、美しい姫であった。エウローペーに一目惚れしたゼウスは誘惑するために、白いお牛へと変身した。エウローペーは、次女と花を摘んでいる時にそのお牛を見つけ、従順な様子に気を許して、背にまたがった。 その途端にお牛はエウローペイを連れ去った。ゼウスはヨーロッパ中をエウローペイと共に駆け回ったため、その地域はエウローペイから名前を取ってヨーロッパと呼ばれるようになった。最終的にクレタ島へたどり着いたゼウスは本来の姿を表し、エウローペイはクレタ島で最初の日となった。ゼウスとの息子にはミーノースやラダマンチュス、サルペドーンがいる。 その後、アステリオスが三人の息子たちの義理の父になった。ゼウスは彼女にタロースと必ず獲物を捕らえる猟犬と、亡くなることのない投げやりの、三つの贈り物を与えた。その後ゼウスは再び白いお牛へと姿を変え、星空へと上がり、お牛座になった。ガニュメーデースゼウスは、ガニュメーデースというトロイアの美少年をさらったことでも、知られている。しかし、 これは愛人にするためではなく、神々の救治係にするためであった。オリュンポスの神々に救治するのは、元はオオミワ、大宮ゼウスとその精細、ヘーラーの娘、青春の女神である平米の役割であった。ゼウスの子、英雄ヘーラクレースが、死後に神々の列に加えられた時、ヘーラクレースを憎んでいたヘーラーはようやく、ヘーラクレースと和解し、 その娘ヘイベイが妻として彼に与えられた。このため神々の宴席に給仕する者が亡くなった。ゼウスは人間たちの中でもとりわけ美しいガニュメーデースを選び、わしの姿に変身して彼をさらい、オリュンポスの給仕とした。この仕事のためにガニュメーデースには永遠の若さと不死が与えられた。また代償としてその父に早い新命が与えられた。 天井に輝く水亀座は神々に新種ネクタールを給仕するガニュメーデースの姿であり、ワシザはゼウスが彼をさらう時に変身したワシの姿である。ゼウスが生まれ育ったとされるティクテオン洞窟。ゼウスの生誕に関する古代伝説の一つによれば、父クロノスは我が子に支配権を奪われる不安に駆られ、生まれた子供を次々に飲み込んでしまった。そこで、 ゼウスを産んだ時、母レアは、産着で包んだ石を代わりに、クロノスに飲ませることで、ゼウスを救った。ゼウスは、クレータ島のディクテオン洞窟で、メスヤギのアマルテアの父を飲み、ニュムペイに育てられた。成人したゼウスは、オート役によって、クロノスに女を含め兄弟たちを吐き出させ、父親に復讐を従っている彼らと共に、全宇宙の支配権をめぐる戦争である。 ティーターのマキアーを勃発させた。この時、飲み込まれた順とは逆の順で吐き出されたが、これが、ポセイドオン等にとって、第二の誕生にあたり、よって、兄弟の序列が逆転された、ともされている。コルネリス・ファン・ハールレムの1588年頃の、会が、打ちまかされる、ティーターン。コペンハーゲン国立美術館所蔵。 この対戦においてゼウスは雷帝を投げつけ、宇宙をも揺るがす、衝撃波と雷火によって、ーターン親族を一網打尽にした。雷光は全空間にみなぎり、ーターンたちは芝叩く間に目を焼かれて、視力を奪われた。雷帝の威力は、想像を絶し、見渡す限りの天地を逆転させ、地球や、全宇宙、そしてその根源のカオスをも焼き払うほどであった。 この猛攻撃のかやって、ゼウスたちはクロノスなどのティーターン神族を打ち倒し、敗者であるティーターン神族は、宇宙の深淵であるダルタロスに封印された。その後、ゼウスとポセイドオンとハーデースは、支配地をめぐって、くじ引きを行い、それぞれ展開と、海海と冥界の主となった。さらに、ゼウスはその功績から、神々の最高権力者と認められた。 しかしその一方、この時のハーデースは、冥界の主となったために、オリュンポス十二神から除外されている。全宇宙の支配権が確立した、ティーターノマキアー後も、ゼウスの支配を揺るがすような出来事が起こった。ゼウスは、全宇宙の支配を守るために防衛線を展開しなければならなかった。その一つが巨人族ギガースとオリュンポスの神々の、 戦いであるギガントマキアーであり、これはタルタロスに我が子である、ティーターに親族を遊兵されたことに起こったガイアが、仕向けた対戦であると言われている。ギガースは山を軽々と持ち上げるほどの腕力を持ち、神々に対しては不死身であったが、人間なら殺すことができ、ゼウスは、半身半人である自らの息子、ヘイラクレースをオリュンポスに招いて、味方にした。 ギガースたちは島や山脈といったありとあらゆる地形を引き裂きながら大軍で攻め入ってきたが迎撃を開始した神々とヘーラクレースによってことごとく打ち倒された。ヘーラーに欲情して犯そうとしたギガースポルピュリオーンは彼女を犯す前にゼウスの来廷によって戦闘不能にされ最後はヘーラクレースの毒矢によってとどめを刺された。 ギガースたちは神々によって島や山脈を叩きつけられて封印され、ヘイラクレースの号泣によって殺戮された。ギガントマキアーは、ゼウスたちの圧勝に終わった。ギガントマキアーで、ゼウスたちを懲らしめられなかったガヤは、タルタロスと交わり、ギリシア神話史上最大にして、最強の怪物、テューポーンを生み出して、オリュンポスを攻撃させた。 デューポーンは頭が星々とぶつかってしまうほどの巨体を許しており、両腕を伸ばせば東西の世界の果てにもたどり着いた。神々と同じくフローフシで、肩からは百の蛇の頭が生え、炎を放つ目を持ち、桃から上は人間と同じだが、桃から下は巨大な毒蛇がトグロを巻いた形をしていた。デューポーンは世界を大炎上させ、 天空に突進して、宇宙中も暴れ回った。これには、神々も驚き、動物に姿を変えて、エジプトの方へと逃げてしまった。しかし、ゼウスただ一人だけがその場に踏みとどまり、究極の怪物にして、怪物の王、テューポーンとの壮絶な一騎打ちが始まった。ゼウスは、雷帝とアダマスの鎌でテューポーンを猛攻撃し、テューポーンは、 万物を燃やし尽くす炎弾と分流でそれを押し返した。この決戦は天井の宇宙で繰り広げられ、これによって全秩序は混沌と化し、全宇宙は焼き尽くされて崩壊した。両者の実力は拮抗していたが、接近戦に持ち込んだゼウスがテューポーンの海力に破れ、そのとぐろによって締め上げられてしまう。テューポーンはゼウスの来帝とアダマスの鎌を取り上げ、 手足の剣を切り落とし、デルポイ近くの交流気温と呼ばれる洞窟へ閉じ込めた。そしてテューポーンは、ゼウスの剣を熊の皮に隠し、番人として、半獣の竜女、デルピュネーを置き、自分は、傷の治療のために、母、ガイアの元へ向かった。ゼウスが囚われたことを知った、ヘルメースとパーンは、ゼウスの救出に向かい、デルピュネーを騙して、手足の剣を盗み出し、 ゼウスを治療した。力を取り戻したゼウスは再び、テューポーンと壮絶な戦いを繰り広げ、深手を負わせて追い詰める。テューポーンはゼウスに勝つために、運命の女神モイラーたちを脅し、どんな願いも叶うという、勝利の果実を手に入れたが、その実を食べた途端、テューポーンは力を失ってしまった。実は女神たちがテューポーンに与えたのは、 決して望みが叶うことはないという、無常の果実だったのである。敗走を続けたデューポーンは、悪あがきとして、全山脈をゼウスに投げつけようとしたが、来帝によって、簡単に弾き返され、逆に、全山脈の下敷きになってしまう。最後は、しけりや島まで追い詰められ、エトナ火山を叩きつけられ、その下に封印された。以来、 テューポーンがエトナさんの重圧を逃れようともがくたび、噴火が起こるという。こうしてゼウスはテューポーンとの死闘に勝利し、もはや彼の王権に抗う者は現れなかった。また、新陶器によれば、ゼウスはテューポーンと全宇宙を揺るがす。激闘の末に、来帝の一撃によって、世界をことごとく妖怪させて、そのままテューポーンをタルタロスへと放り込んだのだという。 ガイアがまだ権威を持っていた宇宙の原初期には、神羅万象は、オリュンポスの神々に対して反抗的で、全物質が支配から逃れようと暴れ出した。ガイアは、地母神と言われているが、その支配領域は、大地だけではなく、天をも内包する世界そのものにまで及んでいたからだ。万物の反抗は、何もかも覆してしまうかのような大変動に、繋がった。大陸は、 ねじれて震え、山々はバラバラに引き裂かれて、岩石や火砕流を吐き出した。川は流れを変え、海は隆起して、すべての大陸は海中へと没した。全物質の攻撃により、世界は混沌と化した。しかし、ゼウスは宇宙を統制し、神羅万象を抑え込んで混沌とした世界をその意に従わせた。大地はもはや揺らがなくなり、 山々も平穏になった。大陸は海中から姿を現し、もう海が暴れることもなくなった。ゼウスは世界を平定し、再び宇宙に調和が訪れた。ホメーロスの記述に見るゼウスは、二つの異なる姿で描かれている。一方ではゼウスは弱者の守護神、正義と慈悲の神、悪者を罰する神として表される。 しかし同時に、次々と女性に手を出しては子孫を増やし、不定を妻に知られまいと、あらゆる手段を講じる神としても描かれている。混沌を、自らの力で撃退、統制し、全宇宙の秩序を創造した神でもあり、その秩序を脅かすものならば、たとえ同族であっても排除する荒ぶる神でもある。元来は、バルカン半島の北方から来てギリシア語をもたらした。 インドヨーロッパ語族系征服者の信仰した天空神であったと考えられ、ヘイラーとの結婚や様々な地母神に由来の女神や女性との交わりは、非インドヨーロッパ語族系先住民族との和合と融合を象徴するものと考えられる。また自分たちの系譜を神々の父まで遡りたいという古代ギリシア人の願望としても説明されることがある。 多くのインドヨーロッパ語族系言語を用いる民に共通して信仰された天空神に由来し、その素型はローマ神話におけるユーピテルの原型であるデオスパテール、あるいは普通名詞、神を表すデオス、デウス、古装のインド神話の天空神ディアウス、北欧神話のテュールラに垣間見ることができる。ゼウス信仰はギリシア全域で行われ、 史上最高の原理として仰がれていた。古代ギリシア人たちは、一神教に近い気へと、経験さをゼウスに捧げ、明らかに他の神々とは一線を画していた。ゼウスは運命すらも超越し、全知全能神にふさわしい威厳を放っていた。オリュンピアにある、ゼウス神殿。オリュンピアは、ゼウスの、主な神域であり、そこで4年に一度開催される古代オリンピックは、 ゼウスを称える、全ギリシア的な大祭りであった。この開催期間中は、ギリシア人は全員戦争を止め、古代オリンピックに参加するために、オリンピアへと向かった。この道中はゼウスによって守護されると考えられた。不正を決して行わないという先生を、ゼウスホルキオスに捧げ、選手たちは、各種目に分かれて競い合った。古代オリンピックで優勝した者は、 神々から超愛されているもの、もしくは神々の血を引くものとされ、祖国では大いに称賛された。現在は廃墟となってしまっているが、当時はオリンピアにあるゼウス神殿内部には12メートルを超える黄金と、象下でできた巨大なゼウス像がそびえ立っていたという。この巨大なゼウス像は、世界の七不思議の一つとしても有名である。また、 マケドニア王国にあるゼウスの神域、ディオンでも、オリンピア祭が開催された。主催者は、ヘイラクレースの血筋を持つとされたマケドニア王家であり、これは、オリンピアの古代オリンピックに次いで盛況であった。エペーロスにある、ドードナには、ギリシア最古の神託書があり、ここでの神託は、デルポイに次いで有名であった。ドードナの神託書には、ゼウスが祀られており、 神官たちは、ゼウスの聖域である歌詞の木を用いて、神託を下した。歌詞のこの葉のざわめきを聞き、ゼウスの神託を解釈するのである。堂々なの神託書は山奥にあり、交通の便は悪いが、その評判を聞きつけて参拝者が後を絶たなかった。アテネにある、オリュンピアゼウス神殿。アテネ内には、ゼウスに捧げるための巨大な神殿が、 ローマ帝国のハドリアヌス地下で建造された。もともとは紀元前550年頃にペーシストラトスが建造を開始したものであるが、彼の後を継いだヒッピアスが追放されたことで計画は中止となっていた。その後、ハドリアヌスが当時の計画を復活させ、完成させた。オリュンピアゼウス神殿と呼ばれ、当時の神殿内部には、 オリンピアのゼウス像のコピーがあったことに由来する。古代世界で最大の神殿であり、柱はコリント式である。ゼウスはローマ神話の最高神ユーピテルと統一視された。ローマ帝国は文化面ではギリシアに征服されたという名言が有名なようにギリシア神話の神々をローマ神話の神々と統一視して、 ローマ文化に取り入れたため、ギリシア神話とローマ神話の神々の剣能はしばしば共通している。ユーピテルは英語読みでジュピターとも言い,い、木星の名前の由来となった。ユーピテルはゼウスと同じクライデンを扱い、天空を支配する全能神である。ユーピテル・フェレトリウスという名で一騎打ちを守護する神としても知られ、一騎打ちで敵を倒した将軍は、 打ち取った敵の武具を歌詞の木に縛り付け、ユーピテルに捧げた。ゼウスは、エジプト神話の最高神アメンとも同一視された。アメンは、太陽神であったが、神々の王であったことから、ヘイリオスやアポローンではなく、ゼウスのエジプトにおける名称だと、ギリシア中で認知されていた。エジプト西部砂漠のシワオアシスにあるアメン神殿には、ペルセウス、 ヘイラクレースが訪れ、信託を伺ったとされている。東方遠征の際に、マケドニアのアレクサンドロス大王も、アメン神殿を訪れ、信託を伺った。そこで彼は、アメンの息子であるという信託を得た。それは、ゼウスの息子であるということに等しく、アレクサンドロス大王は、自らの神聖を証明して満足した。ありがとうございます。